一番はこのお台所がっていう。はい、まあどうなのかなって感じなんですけど、はい、この下がすげえ臭いんですよ。なんか歯の隙間みたいな匂いですよ。結構変な匂いですよね。それこそあれですね、言うなれば生ゴミが腐ったようなというか、なんか異臭がかなり生っぽいのなんか通り越しちゃったような匂いですよね。そうですね、だいぶ強いですね。だから開けらんなくて物もしまえないんですよ、ここ臭くて。なるとこの蛇腹ホースと排水管の結びがかなり何かありそうな感じはしますね。はい、ただ台所は普通に使用はされている感じ。そうですね、最初は水の通りもちょっといまいちかなぐらいだったんですけど、こんなもんかなみたいなところもあったんですけど、まあ、ここ開けいざしまおうと開けてみたらすげえ臭ってで使ってれば治るかなっていうんで、はい、一月様子見てたんですけど、はい、変わんねえなっていうのということは、なんか清掃が必要かと。住まわれてもう何年くらい？ここは9年経ってて、築9年、ね、5月初めに引っ越してきたんですよ、はい、中古で買って。じゃあ住まわれて2ヶ月とか？そうですね、ないぐらいって感じですか。わかりました。ちょっとじゃあ棚外して見てみたいと思いますね。はい、これはしっかり風水はあるんだよな。これは問題なし。やっぱ下だよ。よくあるのが、この蛇腹ホースと排水管のこの継ぎ目のところに隙間があって、はい、で下水の匂いが漏るっていうことがあるんですけども、はい、今パッと見はなってるんですよね。いやけどあら明らか匂いは強いから、なんかその辺から来てるような気もしますよね。そうですね、もう普通に見えて隙間が生じちゃってんのか。入りが甘かったんか。あーまあそうだな、ちゃんと入ってれば、はい、ここが湿ることはないんですけど、あそれが湿ってるから多分微量の隙間があったんじゃないかなっていう。そうですね、物自体はまあ9年なので、9年でそんな劣化するものではないんですよ、これ自体は、はい、なので多分隙間があったんだろうな。うん、すげえ、ちょっとこれは新しいものに交換しちゃいますね。あ、はい、で密閉性がより強いものに変えちゃいますので、はい、うんうん、開けたら同じ匂いがやたら強くなったので、うん、分かりにくいが多分そうなんだろうな。 OK、 よしよしよし。まあただ隙間があってだとしても、ええ、ここまで匂いが強いっていうのもちょっと珍しいんですよね。香り強いですよね。だいぶ強いです。多分過去一番ぐらいな強さですね。やっぱり、うん、結構きますよね。そうです、そうです、そうです。あのお問い合わせでもいただいた、あの、奥歯にグッとくるにような匂いっていうのがこれでやっとわかります。はい、わかります。分かっていただいて、なんか目がしばしばしてきましたグッとくるんですよ、奥歯に。はあ、アホに力入っちゃうような匂い。そうですね、ありました。とりあえずは台所は症状は分かったので、あ
と他に他の水回りの場所もお伺いしてもよろしいですか。見た目上は全然劣化してる風にはまだ柔らかいですもんね。そうですね、やっぱ入りが甘かったのかっていうところではあります。流れ自体は問題はなさそうですね。はい、でとりあえずは周期 その対策は打ったので、はい、ただ高温洗浄中はまた匂いが上がってきたりはするので、また最後ちょっとお話ししますね。はい、で台所の清掃終わったので、はい、缶の中見ていきますね。これがまあ蛇腹ホースで、蛇腹ホースはもともと綺麗で、はい、でここがさっき画像で見ていただいた、あ、そうですそうです、ここのところですね。今見てる場所が同じところで油が、そうですね、なくなって、でこっちが食洗機の排水で、こっちは問題なくて、はい、開いた。でこっちが、外に行く配管で、はい、缶の中に水も溜まってないですし、状態は良さそうで、はい、まあ、こういったのがもともと油がいた後で、はい、意外と普通には流れてたんですけど、今外で回収できた油がこんな感じで、意外といました、意外といてっていう状態で、はい、まあ、このぐらいまで小さくなってればまず大丈夫で、はい、ぐーっといって、これでもう外 の露出の配管になってる感じですね。でこれで立っていって、でこっちからはここは外から清掃できますので、まあ、そんな汚れてはないですけども、まあ、外から高圧洗浄はかけるようにしておきますね。なので缶の状態で言えばかなり状態はいいっていう感じではありますね。で曲がりも少ないですし、まあ、勾配ももちろんいいので、全体的に見れば台所は2階にあるとはいえど、かなり詰まりにくい構造かなっていうところではありますよね。どんなもんかなって分かんないですよね。まあ、そのよっぽどな使い方をしない限りは、まあ普通に長く問題なく使えるような、はい、台所じゃないかなっていうのがありますね。はい、
匂いに関してなんですけども、はい、やっぱ心なしか止まった感はあるので、あとはあの匂いって結構難しくて、あの染みついてますからね。そうです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 、こういった木目とかに染みついちゃってるのはもうゆっくりゆっくりなんかこう、消臭剤とかちょっと置いていただいて、はい、様子見ていただければと思います。そうですね。で、まあまず匂いは止まるとは思うんですけども、はい、もしこれで匂いが収まんないようですと、ええ、まあ、まず排水管が原因ではないっていうのがあるんですよね。そうですね。あれがまあ湿ってたのでここで間違いないとは思うんですよね。染みついた匂いはまだあるので、まあ、ちょっとそこは様子見ていただくような感じでお願いいたします。一つずつクリアしていかないと。そうなんですよね、なかなかこう難しいんですけども、あれだけ強い匂いが出てたので、まあ、しかもそっちの不排臭的なものって考えたら、ここだけなんですよ。その、はい、他のその食洗機とかそっちの棚とかは全く匂いしないで、はい、ここだけが匂ったんで、はい、まあ、ね、向こうになってこっちにいるものって言ったら配管ぐらいしか考えられない。そうですね、配管ですね。で、あとは換気扇とかを回してると吸気としてこう下水の匂いを持ち上げちゃうことがあるんです。こっちからも匂いとかありましたね。ああ、やっぱそうですよね。なので、まあ、密閉してるので普通の換気ぐらいだったらまず匂い上がってくることはないので、はい、まあ、これで大丈夫かなっていうところですね、はい。台所のここがまず一つ隠れてたところで、はい、これがあの洗面洗濯風呂の隠れてた排水マスで、これが台所の排水マスで、これも隠れてたんですよね。で、これを開けてみると、これが結構油がめちゃめちゃいるんですよね。すごい。よかった、探しといてちゃんと。もしかするとそのやったらその奥がリクッとくるような匂いっていうのが、はいはいはい、本当にこういったのがあったからじゃないかなっていうのが。まあだからここが綺麗だから、まあ、普通に上がってきますもんね、匂い的には。そうですね、はい。まあ、ただなんかパッと見ここだけがやたら汚れてるだけっぽいので、向こうと比べたら汚いですもんね。全然そうですね、うん、汚れてますね。トイレより汚い。そうですよね、まあ、コア洗浄で綺麗にしときますので。これはこれは、いや本当なんか全体の清掃で本当に良かったかもしれないです。そうですね、はい、結構下手のマスは綺麗ですね。さっきと比べる、これの匂いかな、強くなった時の。ああ、そうかもしれないですね。これが乾いた感じの。そうですね、乾くともうちょっと匂いが強くなったりするので。
大丈夫ですね。うん、もう大物いましたね。大物がよかったよかった。まあでかいですね。いやー、この来る中いいですね。いや、ありがとうございます。いやいやいや、でかでかでか。約10年でこれか。そうですね。いや、これがあの外で詰まってるので、詰まってるっていうか油ができちゃったので、あのこういった大きさになるんですよ。で今回で言えば、そのまあその詰まってたっていうか油ができちゃった場所が、ええ、まあごく一部ではあるので、あのこの1個とかあと 2,3 個大きいのいったとは思うんですけども、ええ、それがあのこっちまでザーッと油ができちゃうと、それこそあのバケツ1杯分の油が出てきたりとか、それ以上が出てきたりっていう感じではあるんですよね。まあまあ結構な量がありますね。出ました。感じだね。これがクソデカ油。ピエー。まあ築9年だからね、9年ものだね。柔らかい、しっとり、うん、意外と量がいました。さ、多分ね、匂いの大元はこれらだよね。うん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 。これが凝縮した匂いが。